鹿之助の姿が見当たらないようだが。こそこそ。ビビるんじゃない鹿之助。おやっさんがいなくたって僕だけで賊の一人や二人。かの使い手は主か。いや気にするな、口の滑りよ。あれが雨子の重勇士。キャツらを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。究極まで高まれ。俺のコスなよ。君のその無慈悲さはいつかきっと君自身を助けるだろう。よし、しゃあ、次のアシカル隊長は俺だ。おい、鹿之助のやつはどうした。今、おやつさんが看病中です。見習いだってのに無茶しやがって。みんな安心してください。あるじゃな、僕が必ず見つけ出します。ああ、それにしても先ほどの少年は一体何だ。アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。つか一人前の武将に。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。ああ、ゲスミを捕まえた。でも会社の悪いずっと。さっき鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。アルザは発見。え、ボッコ総大将に。大国殿は優れた軍師。しかし安兵衛様には及ぶまいなれ。ああ、よく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこっちに絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。ああ、僕負けちゃったんすね、あっという間に。重勇士も残りわずか。もう一押しですと。ちょっと大きすぎじゃないですか、行司さん。あ、ほら狙われちゃいますよ。目ざとい、小うるさい、はばかりない。三成、こればかりは主を恨んでる。この玉に映る主の思想がもう遅いか。ああ、すいません、おやさん、一人で勝手に出撃しちゃったりして。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて。おやさんに頼らなくても戦えるんだって。あのつぶらな瞳、やっぱ絶対いたよ、鹿。アマゴ重勇士に同じ技は二度と通用せん。もはやこれは常識。幾千もの夜と孤独がむせびなく砂の防壁は生まれた。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。今度こそ僕たちの出番っすね。よし、行きましょう、おやさん。我にもとんとんと。いいさ、今日は覚悟決めてきたってんだ。百景一面のマガグロキツナ、そう感であろう。Oh!
長にこのことを伝えなきゃ。ってなわけで失礼。一緒なら一人前以上に戦えるんだ。主の尋ね人だがな、家によればズバリあちらと出た豊臣の敵が詰めていて、少しばかり危険を伴うんだ。何のそのです、小屋さんがいますから、ご協力のお礼としてなぎ払わせてもらいます。危なくなったら、おやさんだけでも逃げてくださいよ。おやさん、わかったっす。下手人の正体は。しまいか、さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。